1911年、シドニー・ハッチはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1904年セントルイスオリンピックの銀メダリストである、イリノイ州クック郡、リバーフォレスト出身。ハッチはマラソンランナーとして有名で、1904年から1922年までに45回のマラソンを走りすべて完走している。この中には、1909年のシカゴマラソン。 1911年の4カーズマラソンでの勝利も含まれている。ハッチは1904年セントルイスオリンピックと1908年ロンドンオリンピックのマラソンにも出場。セントルイスでは8位、ロンドンでは14位に終わっている。しかし、セントルイスでは4マイル団体にも出場し、シカゴ AA のメンバーの一員として、ジムライトボディ、ウィリアム・バーナー、レイシー・ハーンそして、 フランス人のアルベール・コレイと共にニューヨーク AC と対戦し敗れて銀メダルを獲得した。ハッチは1912年ストックホルムオリンピックの代表にも選ばれていたが出場しなかった。ハッチは1915年、1916年のボストンマラソンの3位、1917年の2位を含めて数回のトップ10入りを記録。また、 1916年10月には、ミルウォーキーからシカゴまでの96マイルのレースで14時間50分30秒という記録を残している。ハッチは第一次世界大戦でフランスに送られ、1918年10月11日の勇敢な戦いぶりにパープルハート賞、主君十字賞さらにフランス共和国選考十字賞を受賞した。第一次世界大戦後は、 再びランナーに戻り、引退までの間、二度ボストンマラソンに出場している。引退後は、リバーフォレストで、郵便配達員として70歳まで活躍した。ありがとうございます。